PCR 検査についてなんだけど、俺がちょっとさっきつぶやいて、放送で話すわって言ったんだけど、もう俺、PCR 検査も受けない方がいいと思います、健康な人は。新たなる持論なんですけど、もう受けない方がいい。なんでかっていうと、オミクロンが増えた。で、オミクロンが増えたのは、みんなが検査してるから陽性者が増えたんですよ。間違いなく、あのデルタの時よりも検査してる人の数が増えたんですよ。理由はなんでか。 あの、毒性が弱まったからみんな外で動けるわけですよ。だから無症状の人とか、軽症の人たちも検査することによって、陽性者が爆増してんだよね。まあもちろんオミクロン自体の感染率の高さもありますが、単純にみんな足が動くからみんな病院行きたがるんですよね。だからめちゃめちゃ陽性者が増えるんですよ。だから俺今日 PCR 検査あの受けに行ったんだけど、なんか、俺が行ってるところって、その、 海外に出張したり、国内に出張したり、仕事として陰性証明が必要な人だったりとかす。 する人たちが、ああ、来院するところで、発熱症状があったりだとか、その、持ってはえば濃厚接触者ほか、そのコロナの疑いがある人たちが行っていいところではないのに、今日俺待合室で待ってたんだけど、離れたところで、会社で、え、コロナが数人出たと。で、濃厚接触者だから、検査をさせてほしいみたいな人たちが、書き込み寺のように、病院に来ちゃってんのね。で、俺は、これはなぜこれを言うかというと、俺がもし今後、 ね何日か経って熱が出た時に、ね俺がまたね、どっか出歩いてたとか言われたら、うざいから、今俺ここであえて言わせていただく。もし俺がなったら、まず一つ疑うぞ、そこを。 だから、もう、PCR 検査を受けるところだって、いろんなやつが来ちゃってる状態です。もう、発熱外来とかそういったところも今パンパンになっていて、あの、検査するところがないのね。予約が取れなくなってきてる。だから、本当だったら陰性証明を、あの、通るための病院にすらも、今もう人がなだれ込んできている状況になってるんですよね。だから、PCR 検査を受けに行って、コロナウイルスを拾ってくるっていう人たちもめっちゃ出てくると思う。 今、じょ、今現在めちゃくちゃ健康なのに、健康証明するために行ったのに、オミクロン拾って帰ってきて、あの、コロナになっちゃうみたいな。もうだからもう PCR 検査嫌だなと思って、何のために病院行くかわからないし、そんないきなり来たりとかしたらさ、溜まったもんじゃないじゃん。うん、いやまじ、警察だぞっていう、ね。健康なのに、 行く必要病院って行く必要ないなっていうかそもそも病院って病の院って書くわけですよ病があるから行くわけだからもうあのー、国も考えていかないと病がない要するに健康なのに病院に行くと病気の人が病院で診てもらえなくなるわけですよ。うん、あのー 無症状とか軽症とかで病院にバン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 駆け込んでいくと、その分本当に症状の重たい人とか、他の病気の人たちが病院に行けなくなって、どん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 逼迫していくわけだから、コロナのオミクロンってもの、どういうものかっていうのを改めて考えていかなきゃいけないし、まあ、全然健康なのに、いちいち濃厚接触者だから10日2週間家で待機してくれって言ったら、その分会社や他回らなくなっていくわけですよ。 ね、どん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 会社で働く人が減ってって、あの、オミクロンになってない、濃厚接触者になってない人が会社に残されて、やる必要のない夜勤をやらされたり、やる必要のない昼勤をやらされたり、いつも以上に労働時間が長くなったりして、残された人の負担も増えていく。負担が増えていくということは体がどんどん弱まっていく。弱まったところでオミクロン入れば、その人も会社に行けなくなるっていうところで、あのー、 体、肉体へのダメージよりも社会的、経済的なダメージの方が今のままだと広がっていて誰も会社で働けなくなるよっていうことを俺は言いたい。うん、もうそういう風になってきてんじゃないかなって PCR 検査を受けながら今日思ったね。うん。まあだから今日ニュースになってましたけどあのー、もう若い子たちに関してはあのー、無症状だったり軽症な人は病院での診察とかそういうのってもう必要ないんじゃないのつってニュースになってましたね。もうあの自宅待機でいいんだっていう。 うん、まあそこにも Yahoo コメントは荒れてましたけど子供たちのことをどう考えてるんだ後遺症の問題はどうのこうのって言いますけどあのー、俺思うんだけど後遺症かどうこうって言うけど、まあ、俺もワクチンとかもいやいや打ちましたけどなんか悪いことばかり考えている後遺症の裏にどんだけの人が助かったんだってことを考えてあげてほしい。うん 日本もそうだし、世界もそうだけど、確かに亡くなる人は交渉が出る人もいる、その裏で何倍も何十倍もの人たちが救われてるんですよ。だったら救われてる方向に目を向けて、明るくいかないと、いつまでもこの、あのー、コロナの、コロナにこう引きずり回されていくわけですから、あのー、もうちょっとね、明るく考えたほうがいいんじゃないのかなって思いますけどね、いいこともあるわけですからね。うん ワクチン打っているのに感染者爆発はおかしくないんですよ。なんでかっていうと、あの、第一次にワクチン打った人たちっていうのは、すでに今の1月で半年以上経ってワクチンの効果が薄れてきてるから、そこにオミクロンが入ってく、入ってるから、かかるっていうことです。はい。例えばワクチン打ったす、打ってすぐにかかるというわけではなくて、1回目、2回目ワクチンの効果がもう時間が経って薄れてきてるんですよ。で、そこに、えー、オミクロンが入ってるって感じです。で、オミクロン自体も、 以前よりも毒性が弱まってるから毒性の強いデルタとかはワクチンが反応するけれどもオミクロンはどんどん弱まってるんでワクチン自体もそのなんか効果がないってことに恐怖を感じてる人がいるかもしれないけどワクチンが効果がないくらいもうコロナがコロナじゃなくなってるって思うかな俺は。うん。俺はねそう。むしろワクチンが反応する方がしっかりとしたコロナなわけですよ。 ワクチンが効かないっていうことはもうコロナがコロナじゃなくなってるぐらいあの弱特性に近づいているっていうことだね。うん、俺はそう思ってます。うん、あとワクチンが効かないっていうけどもうバカなのかって話だけどワクチンは感染の予防じゃないからかかった時に死なないようにするため重症化を抑えるためにみんなワクチンを打ったんだよ。もう忘れたの。 去年の話。ワクチンかからないじゃないから、かかるって言ってたじゃん、ずっと。ずっと言ってたよ。だけど、もしかかった時に、高齢者の人とか、肥満体質の人、病気持ってる人たちは、重症化したり死んじゃったりするから、だからワクチンを打って死なないようにしましょうってうのがワクチンなんですよ。うん。だから、かからないなんて言ってないんよ。多少の予防効果があるって言ってるだけなんですよ。うん。手洗い具合と変わんないよ。そう。予防に関しては。だから、かかるって。うん。 で、さらに、第一陣の人は時間が経ってるからより効果が薄れてかかりやすくもなっとるしね。だから、マスコミとかの報道にしてやったりなんですよね。これ、やられてんの。うん。だけど、別にこうなる未来は見えとったでしょうと思うけどな。うん。だから俺は健康な人は普通の生活した方がいいと思うよ、俺は。可視化されてない人たちだったらね。うん。 俺らの場合は見られて何ぼだからさ、まあもうちょっと行動はしづらいところあるけど。だってどんな病気でもさ、症状出てないのに家にいるやついんの別にそコロナに限らずさ、どんな病気でもさ、健康なのにさ、家にいるやついんのうん。ねコロナ始まったばっかならわかるけど、3年目だぞマジでね最初から数えるともう3年目だぞ。うん。普通に考えてくれよ。なあ。 で、それで、あの、出かけてる人たちがいる結果、広がってるってだけのことなんで、まあ、こうなるよね。それ、1日8000人とかね。なると思うよ。だから今日早速、あ、こういうニュース出るなと思ったんだけど、コロナにかかることは天然ワクチンじゃないっていうニュース出ましたね。外国から日本に入ってきて、日本でも広まりつつある、実はワクチンを打つより、コロナにかかった方が天然ワクチンになっていいんじゃないかっていう。 ねそれを否定するかのようなニュースがもう今日入ってましたね。3ページぐらいに渡りね。うん、もうわかりやすいよね。ワクチンを打ちなさい,っていう <laughs> !3 回目のワクチンを打ちなさいまあそういうことなんでしょうね、きっとね。そういう天然ワクチンだとかいうデマに流されるんじゃないみたいな。海外から入ってきたそういう話に騙されるんじゃない。3回目のワクチンを打ちなさいっていう。うん いや別に打ちたい人打てばいいけど別に打っても打たなくてもそれは個人の自由かなって俺思いますけどね。どうしても打ちたくない人いるしね。あと、そういうニュースに対してこういうニュースも出てきました。本当に国民を混乱させるのが好きだなと思ったんですけど、実は80%近くは国民打ってんだけど、あの政治家とかそういった人たちは1割2割にしか満たないという。実は医者とかは打ってない。 っていうようなニュースが今日入りましたね。国民はかなり打ってるんだけど、まあ要するに偉い人たちっていうのは、1割か2割程度の接種率なんだっていうのが、今日入ってきましたニュースが。でもそのニュースのソースないんですよ。<laughs> そう、詳しくどこから出てきたデータかはわからないんだけど、ニュースになってるんですよね。いや、俺見てたけど、ではどこソースやねんみたいな感じなんだけど、そんなのだってさ、中学校1年生だってそんなさ、あの、写真作れるやん。 エクセルかなんかに打ち込んでさ、作れるからさ、いや、ソース大事だろうっていう話で、ソースはよくわからないよね。うん。ツイッターにあった。だから今はもうワクチン派と反ワクチン派とかがもうどん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 情報を出して、3回目を打つべき、打たぬべき、オミクロンって言って国民を混乱させてるっていう。いやー、日本らしいよね。うん。 まあすごいよね。なんか、タバコを吸ってたら、オミクロンにかかりづらい、コロナにかかりづらいとか、コロナになったら、こう一緒にで、男性器のおちんちんがちっちゃくなっちゃうとか、まあ、毎日毎日、よくもまあ、いろいろ思いついてニュース書くなと思って見てますけどね。あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃね、もうね、もう、コロナって記事のタイトルに入れれば、数字取れると思ってるんですよ。もう、みんなも嫌だよね。リアルでもネットでも、コロナ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 、みたいな感じで、もコロナって入れれば全部数字取れますからね。 んんでででももか記事書くわけそうだからきっと職人さんもこれを切り取ると思いますよまあ YouTube で数字取れるでしょうからねある程度 <laughs> そう調べる人もいますからコロナで、うんまあ、研究者はコロナの研究者は世界中にいっぱいいるよそれはいっぱいいるよ、うん、研究してると思うよだけどその個人が発信してるのとそれを ソースとして大きなヤフーニュースになったりするのとかって、またそれはちょっとなとか、俺思うよね。別に例えば、俺がコロナについて新発見をして、自分の放送でこうだって喋ってるのと、その俺がこうだって言って喋ったことを、例えばマスコミメディアが見ててそれを切り取って、もう大々的にテレビとかでバンっていうのとは、ちょっと全然影響力が違うじゃないですか。そう。だから別に研究者が悪いって言ってるわけじゃないんだけれども、なんかこう、 ねえあのー、俺らが書くような記事みたいな感じでさ切って貼って切って貼ってしまくるのってむしろ国民の不安煽るわけだからなんかもうちょっと情報の出し方とかも考えていかないとっていう意味です、うん、別に研究者を悪く言ってるわけじゃないですよはい子供たちもかわいそうだしねっていう緊急事態にまたなるのかないやなったらバカな日本だと思うよ <laughs> なったらバカな日本だと思いますはい あのー、なんでかっていうと、このまま行ったほうがいいんですよ。なんでかっていうと、むち打ちみたいに、コロナと長く付き合うことになるんだよ、日本だけ。他の国って、日本のもっと10倍ぐらい、1日の陽性者の数多いじゃん。その分、ピークアウトも早いんだよ。だって、結局、みんなが、極端な話、みんながなっちゃったら、もうなる人がいなくなるみたいな。 そうだから、ある一定数の日本人がなることによって、ピークは過ぎていくっていう形そう、だから抑え込めば抑え込むほど、まあ、ゼロコロナって絶対無理だから、抑え込めば抑え込むほど、じわ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 しこりのように残り続けていって、ちょっと増えては満房だ、ちょっと増えては満房だが繰り返されるわけですから、今ここで、今更、こんだけ広がった後に緊急事態宣言って抑え込んでも、緊急事態宣言を解除したら、また増えるんですよ、結局。 今、東京が1万人ぐらいになりそうですよね。で、これ多分緊急事態宣言出した。みんな家にいなさい。で、1000人ぐらいまで落ち着きました。じゃあそろそろ大丈夫そうだ。解除。で、また1万人になるんですよ。だから、だとしたら、あの、長い期間コロナと付き合っていくより、あの、健康 人は健康なまま日常生活を続けていって陽性者すげえ出るけど健康な人は仕事もプライベートも普通にしてて、ね、感染したら家で待機してを入れ替わり入れ替わりやってった方が、あのー、早く解決するよってことだねうんコロナをそうだから他の国より日本人は手洗いを替もマスクもしてるからコロナの広がり方が鈍化してるんですよゆっくり そうだからラグがある状態でもゆっくりなんだけど長く続くんだよどっちがいいのってことなんですよそうまん防緊急まん防緊急を繰り返して長いスパンで付き合っていくのかなるべく普通の生活をしてかかる人がすごい増えちゃうけど短い期間で終わらすのかっていう、うん、でも短い期間で終わらせようってなると長いスパンで考えてる人からすると老人が子供たちがーっていうけどうんどうあったってかかる人はかかるよねうん だってもうこのカラクリに気づいた方がいいのごめんねこの話長くて俺もループなんだけど遊びに行くのに謁見するのはダメって言いながら満員電車に乗って謁見するのはいいわけですよ。でしょうね。えーえー、例えば友達同士2人で、えー、県外に遊びに行きます。 えー、抗原検査家でして陰性で、えー、県外の遊びに行くのと、ね、検査しないで、毎日パンパンの最強線で乗って、東京と埼玉を行き来するの、どっちがリスクあるんでしょうかね。はい。ねえ、聞いてますかね東京都知事、小池さん、満員電車なくすんじゃなかったんですかねえ、どうなってんでしょうかね。はい。まだ満員電車ですけど、ね、え、そこには触れないんでしょうかねえ。 本当に、えー、居酒屋でウイルスは増えてるんでしょうかね夜の営業時間を短くしてますけど、昼は完成しないんですかねああ、そうなんですか。あらら、それは知らなかったです。ウイルスにポケモンみたいに昼属性と夜属性があるのは知らなかったです、僕はね。ねえじゃあ、子供たちはなぜ夜の店を利用してないのにコロナにかかるんでしょうかねすごいですよね。居酒屋行けないですよね、未成年は。 なぜコロナにかかるんでしょうか今20代一番多いんですけど。20代とか10代が増えてきてるんですけど。居酒屋でお酒飲んでないんですけどね。どこでかかるんでしょうかもうそんなのはね、家かね、外かね、電車とか、バスとかそこしか考えられないですよね。友達とかね。ってことはもう夜関係ないですよね。えー、<laughs> ってことは別に朝も昼も密にならないようにすればいいで終わりじゃないですか。別に夜の営業時間絞らなくても。営業時間絞るってことは絞られた時間に人集まるんじゃないですか。 ねえ結局人集まってるじゃないですか集まる時間をずらしただけじゃんうん、何なんですかねもうね「万望」ってね,ねええ、うん、24時間みんな密にならないようにバラバラな時間で飯食ってくださいって言うしかないんじゃないですかで、ね、もう、うんそうじゃないですか外出たらマスクして喋らないようにしてっつってそれしかないでしょうようん私はいつまでもやりますよよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえ お疲れ様でした。Thank you! だし